ではそんな NF セルフエステムインベネなんとかこの2番目のやつです、はいはい、自尊感情の話ですね。善意に満ちた性格のところです。理想主義者は他の人々あるいは全存在に対して善意や好意の態度を維持する能力に基づいて自己尊重を築いています。 NF は疑いなく良い意図と親切な気持ちで満ちていますと。彼らはあらゆる種類の敵意に強い嫌悪感を抱き、できるだけ自分の敵意や敵対心を抑えるでしょうと。これはおそらく理想主義者が邪悪残酷復讐または他の卑劣な意図を抱くときに、いつも強力で常に存在する良心が深く傷つけられるからかもしれませんと、はい、実際世界で残酷な証拠が起こると理想主義者は心に突き刺さりわかるもうよく言いますもんね。だってさ、はい、停戦がさ、はい、停戦しますって言ってさ、はい、でハマスがちょろちょろって、はい、なんか人質を返します、はい、返し終わりましたっていう瞬間にニュースが入って、はいはい、空爆しましたってなんだそれって思いません、はい、それに抗議しますと、はい、E.M. フォスターの小説インドへの道のキャラクターミセス・ムーアは単なる英国人のインドにおける豊満な優越感と冷酷な偏見を受け入れることができませんと。ミセス・ムーアは英国人が植民地統治を永遠の親切心の原則に基づいて行うべきだと熱心に信じています。親切心ともっと親切心そしてもっと親切心、はい、そして彼女は息子に対して英国人はここにいて楽しい時間を過ごすために来ています。インドは地球の一部です。私は地球においてお互いに楽しい時間を過ごすために隣人を愛し それを示すためにと主張します。理想主義者にとってガーディアンの善行やレーショナル NT ですね、はい、NT の自立心も称賛され育てるに値するものでありアーティザンの大胆さは表面的に思えますと。しかし疑いの余地なく善意はそれらを超えたとは書いてないんですけどね、はい、もう気持ちが入っちゃったごめんなさい、はい、善意は最も優れた美徳であり、はい、悪意は最も大きな悪であると考えられています。はい、わかります、わかりますって、そう考えてる、言ってることはわかります、そう考えてるんだろうなっていうのはわかりますって。お前のエンパシーだねそれは、はいはい、そうです、すいません、お前なんて言ってすいません、はしたない、はい、でもまあこの NF は善意に満ちた性格が自尊の感情であると、はい、まあ、自分を尊敬できてはないんですけどね。善意に満ちてるからじゃないですか。そんなこと思ってないって思わないといけない。そのまあなんていうのか、なんかそういう人が素晴らしいと思ってるわけじゃないですか。善意に満ちた、なるほどね、うん、自分なんてまだまだだ、まだまだだと思ってるってことですね、はいはい、でまあ多くの人がちっちゃい頃に虐げられるじゃないですか、はいはい、これははいでいいですか。いや、わかんないですけど、僕はなんでお前はこんなのができないんだって育った子なんですよ、はい、っていうのもいけないんですけど、はい、お前はすごいねもダメらしいですね。すごい子じゃなきゃダメなんだって思うらしいですね、はい、まあ人によるってところはあると思いますけどね。人によるとは、受け取る側の人が子供の頃の僕をどう思ってるかじゃなくて、その言葉に対してどういう反応をするか。あ、なるほど。この頑張ってがダメとかって言うじゃないですか。あれはちょっと信じられんですけど、ね、でも頑張ってって言われたい人もいると思うんですよ。っていうかで僕それ言われるとね、うん、いやこういう時は頑張ってしか言う言葉がねえんだよって思うんですよ、はい、でだったらてめえは陰でこそこそ走ってろとかって思うんですね、はい、すいません。で、まあ、それも、まあ、それを言われたその対立の話ですけど、はい、頑張ってって言われたくないっていう人もまあ確かにいるんだとは思うんですけど、はい、頑張ってって言われたい人もいると思うんですよ。頑張れる人ですよね。頑張って嬉しくなる人、はい、頑張ってたのが認められたって嬉しくなる人とかもいると思うんですよ、はい、だからそれってまあ受け取る側の問題でそれはまあこっち側からは分かんないよねっていうのは。やだやだ、こういうなんか
感情のないいると思うんですよって話です。どの靴でも履ける、はい、シンデレラのガラスの靴でも履けるんでしょうね。そう、何の話をしてましたかねすいません、ちょっと例えが下手ですいません。朝倉さんもお前はダメだで育ったが NT になったと、はい、ダメって言われたことより褒められなかったことが良くなかったと思っていますと。はい、あ、まあ、だからその褒めるがダメとかもう人によるんじゃないかって話がしたかったんですよ。あ、なるほど、はい、おかしいな、ちょっと茶化すことだけは今考えてたので、はい、あまり頭に入ってませんでしたね、はい、これはちゃんと僕は編集しながら、はい、もう一回ちゃんと反芻するので、はいはい、すいません。あ、猫松さんもね、私もダメだで育ったと、はい、人の応援支援することで満たされる感があると。あ、僕はまだそこまで至ってないです。まず自分が、僕もダメだで育ちましたけどねもう自由奔放です生き生きしてますね、はいはい、ダメだって言われないようにどう逃げるかばっかり考えてましたよ。やっぱタイプは生まれつきですね、はい、僕はタイプがない論者ですけど、はい、生まれつきですねこれは、はい、ヤンバルさんは自覚してなかったが過去を振り返ったり周りに言われて善意に満ちたなのかと思い始めたことはある NF ですと。まあ、僕はなんかそれを善意に満ちたっていうか、まあ、人間だからみんなしょうがないよねって思ってます、はい、親に対しても、はい、君もまあ未熟だったんだねと、はいはい、まあ、だとは思いますけどね未熟なんですよ人間はね、人間はだからね、どの靴も履かれるとねなんかイラッとしますね。なんか何でしょうねこれは、はい、君はいいねって履けて、はい、僕は履けない靴もあるんだよ履きたくないってことですよね。っていうことなんですよ。そんな汚れた靴は履きたくねえよって話じゃないですか。なんでしょうね、はい、そんな濡れた、はい、湿った靴は履きたくねえよ、はい、すいません。